はい、皆さんこんにちは。今だからのんびるフィルムカメラのひとりほどです。はい、実はね、今日はね、久しぶりに妻と2人で、出かけてたんですね。もう朝から出かけてしまっていました。どこに出かけていたかというと、もう13歳になるんですけども、ロングコートチワワですね。たまに登場しますけれども、チワワの、予防接種ですね、に出かけがてら、ゲロにあるね、ゲロでしたっけ、大安っていうのかなけいちゃんですとか、ホルモンの美味しいお店があるんですね。そこに昼食を食べがてら、出かけてしまっていました。そしたらね、実はね、途中でご連絡あって、お届け物を自宅に届けておきましたので、お使いくださいという連絡をいただきました。本当にね、時間がちょうど合えばね、お会いできたんですけれども、いつもコメントいただく下で横月さんからまたいただき物をしてしまいました。これはね、最近私が、カメラ購入したという、しかもね、古いカメラなんですけど、本当にね、皆さんからね、多くのコメント、良かったですねっていうコメントをいただくとともに、昨日本当に試し撮りで近くのね、お寺さんで撮影をしたんですけれども、私が想像している以上にすごくいい写真が撮れたというカメラですね。ニコンの D700 です。で、このニコン D700、実はね、専用バッテリーがあったらしいという情報をね、ホームページ、YouTube の中でコメントでもいただきました。専用バッテリー、それで探したらね、ものすごくめちゃめちゃ高いんですね。で、今、普通に汎用で使われているというかね、ニコンのホームページにも載っている、バッテリーというのは今ここにある ENEL3E なんですけども、これが ENEL4A なのかな E なのかなっていうのがあったらしくて、検索したらね、やっぱりすごく高いんですね。で、おそらくね、バッテリーの持ちがこのカメラ、その専用バッテリーだと長持ちするんだと思います。なので、そこで代替の方法をちょっと考えたんですね。で、そうか、バッテリーグリップをつけようということで、実はね、Amazon で中古を検索して、5,500 円だったかな、カートに入れてあったんですよ。そしたらね、下手さんからコメントをいただいて、バッテリーグリップありますよ、もしよければね、お送りしているんで使えませんかっていうコメントいただきました。で、もうね、遠慮も何もないので、ぜひ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 ということでお願いして、それをね、今日届けていただいたんです。はい、こういうボックスに入れて届けていただいて、今帰ってきたんですけど、開封させていただきました。本当にね、私が欲しかった、ニコンの MB-D10 というモデルなんですけれども、これがあればね、すごいいいですよね。しかもね、こっちまで、電池を入れて使うアタッチメントと、それから、先ほど言った、純正バッテリーを入れて使うアタッチメント、両方入っているものをいただいてしまいました。本当にありがとうございます。これがあればね、本当に電池なんていうかな、1日使ってもね、安心して撮影ができるかと思います。で、今ね、ちょっとそしたらせっかくなんで、はい、バッテリーをね、入れて使ってみたいと思います。それよりね、本当はね、これ今ね私充電式のバッテリーで、ね、あるかと思って探したら、今そういえばねいろんなカメラに入れてしまっていて、これね8本使うんですよ、電池ね。で今あるのがたまたまアルカリ電池なので、ちょっとアルカリ電池を今日は入れてみます。今ね実は今 Amazon で、充電式バッテリー、12本発注したので、あさってには届くようです。なのでそれまでねちょっとアルカリ電池をとりあえず入れてはい使ってみたいと思います。なんかね本当はねエネループじゃなくてもいいんですけれども、充電式の電池の方がいいです。液漏れもしないですしね、それから自然放電もしないということでいいんですけれども、今探したらねエボルバーしかないんですよ。エボルバーは、16本あったので、とりあえずエボルバーを入れて、動作を確認してみたいなと思います。ニコンF100 もねバッテリーグリップ、いただいてしまって、そしてさらにねこちらもバッテリーグリップいただいてしまってね、なんて幸せなもんなんだろうと思います。でやっぱりねバッテリーグリップがあった方が圧倒的に持ちやすいですよね。持ちやすいって重たくはなりますよね、もちろん重たくはなるけれど断然持ちやすくなりますということで、はい、今8本入れました。あさってにはね注文した、充電式が届くので、そちらで動作確認ができるんですけれども、今のところねちょっと充電式のバッテリーが今手元にそれとねもう一ついただいてしまったものがあって、最近私ストロボの使い方がよくわからないなんていうYouTube でお話ししたんですけど、はい、ニコンの SB600 ですね、純正のストロボ、こちらも合わせて今日いただきました。でまだねこれはねストロボ自体の使い方自体がよく分かっていないので、こちらもねいずれ使ってみたいと思います。今日はねちょっとこれを使うだけの、自信が、私にはないので、これもねもう私もモード設定とかいろいろあるので、これはまた改めてね使ってみたい。今日はねバッテリーグリップのお話で動画を作ってみたいと思います。ということで何かねソニーの α7II みたいに何か特殊な外し方があるかなと思ったら、あっさり外れましたねすいません、今ようやく外しました。それからここの、接続の部分も、カバーを外して、これはね、はい、こちらの、MB-D10 の方にはめることができます。あ、なるほど、これは外す必要がなかったんですね。そうですね、外しちゃったけど外す必要はなかったんだ。はい、またはめました。でこれでそうか分かりました。これも入れておいても大丈夫なんですね。入れておいて大丈夫で、これで装着するんか。これバッテリーに今抜いちゃったんですけど、バッテリーを抜く必要もなかったんですね。でこれで装着をすればいいんですね。ちょっとね今ね後でお話しますけど、これはね皆さんにちょっとご意見をいただきたいレンズが今ついています。ついでにねレンズのご意見をいただくのも一緒に入れます。はい、ということで、おー、すごい堂々たるカメラになりましたね。これはすげえや。これはすごい。ということで、これで、ああ、もう全然、いいですね。ということはですよ、これで、連写をハイにして、で、しかも、モードをシャッタースピード優先にして、8000分の1にして連写をしてみます。これすごい。これはすごい。確かね、バッテリーケープつけると、秒間が上がるんですよねっていうことらしいんですけども、まあ、今暗いのでね、8000分の1秒だとちょっと被写体が薄い。この音が素晴らしいですね。映らないことはないんですけれども、今無理やり、高速でシャッターを切ってみました。ということで、これしかもね、両方ともついているアタッチメントがね、電池用と、それから、純正バッテリー用と両方ついてる。こんなね、本当はね、Amazon で買おうと、もうカートに入れてあったものをね、いただいてしまって、本当にありがとうございます。本当にね、もうこれで、そう、あそこに置いてきちゃった。これで、はい、ニコン F100、はい、こちらと、ね、フィルムらしい音しますよね。これも高速シャッターっていうとどうなんだろう。操作性はね、もうほとんど一緒なんですよね。なので、はい、ニコン F100 と、あんまりからシャッター切ると、なんだったっけ。レンズの羽が曲がってしまうよというふうに忠告をいただきましたので、あんまりパシャパシャやりませんけれども、こういうふうにね、2台もうね、堂々たるフィルムと、それから、デジタルと揃ったことになります。はい、ということで。昨日ね、本当にこのレンズで、ね、皆さんにお聞きしたんだけど、最近のスマホってすごいんですよ。カメラ性能もすごくて、で、本当に動画もそうですし、ポートレートもそうなんですけど、背景がちゃんとボケるように映るんですね。iPhone15 とかね、本当にすごいので、もしかしたらね、私は iPhone12 なんですけども、もしかしたらね、私が撮った作例が、iPhone と差して違わなかったらどうしようと思って、作例ご紹介したらね、皆さんからコメントいただいたように、もう全然違いますよ。やっぱりD700 の絵と、スマホの絵は全く違いますよっていうコメントいただいて、本当にね、嬉しかったですね。やっぱりね、一眼レフで撮る撮った時の感触とかね、なんともね、やっぱり写真を撮ってるなーって音がするんですよ、シャッターを切るごとに。本当に写真を撮ってるっていう音がするのをすごく肌身に感じました。なんでこのシャッター音とともにね、自分が思い描いていたような写真になるのかどうか。昨日はね、実は、撮影した写真って撮り直しは1枚もしてなくて枚数しか撮ってないんですよ。でそれを全部アップさせていただいたら、やっぱり私が意図したように写真が撮れる、その写真を撮る楽しみっていうのがねを思い出させてくれました、このニコン D700。はい、でちょっとということで今日はね下手さんにバッテリーグリップをね頂いてしまったという。これ縦位置でもね使えるんですよね。縦位置でもこれでシャッターが切れるということで、縦位置でもすごく撮影がしやすいカメラなんですね。はい、というお話とともに、もう一つだけね実はちょうど今ねつけちゃっていたので、これは他の動画で実はね皆さんに聞いてみようかなと思っていた話題があるんです。でしまったなこれつけちゃってたからね、もうこれ聞くしかないですね。実はねこのレンズ、Sigma のレンズなんです。はい、Sigma のちょっと古いレンズなんですけど 24mm F1.8D EX DG という、マクロ機能も持ったレンズ。これ今はねもう、旧製品になってますけど、このレンズご存知の方もしくはねお使いの方いらっしゃると思いますけれども、このレンズがね昨日仕事の帰りにセカンドストリートに置いてあったんですよ。でやけに安いプライスがついてたんです。で、いくらだったかというと定価で9,900円、税込み11,890円っていうプライスがついていたんです。でよくねおかしいな、このレンズね18,990円なんてことはありえないですよね。でオークションなんかでも見ても大体16,000円とか18,000円とかぐらいするレンズだったんですよ。でよくプライスリストを見たら、プライスリストがこのレンズのプライスリストじゃないプライスリストがついてたんですよ。パソコン用品の全然品番が違う、このレンズについている、品番と違うプライスリストがたまたまレンズの前に置いてあったんですね。なので私がお店の方にこのレンズちょっと見せてもらえませんかって言って見せてもらって、実はこのプライスリストこのレンズのプライスリストじゃないような気がするんですけどって言ったらね、お店の方が調べたら「ああこれ間違ってますね」って言われて、で実はねこのレンズ自体の裏側に値段がハイだったんですよ。それはね、結構高くて、まあ一般的です。16,890円かな、16,890円のプライスリストがついてたんです。でなのでああそうか、やっぱり16,890円、これならそれならね納得だなと思っていました。そしたらね店の方がちょっと一応確認してみますということで上司の方と相談していただいて、それでこちらでねプライスリスト間違えてたんでプライスリストの値段でいいですよ、つまり18,990円でいいですよって言われたんですね。で一応半年保証もついた形で、表にねレンズのカバーがなかった、レンズキャップなくて後ろもレンズキャップなかったんですよ。これニコンマウントです。でここに白い紙が両方ともに覆われてテープで留められてたんですね。なので中をよく確認しないで、でこの、レンズもう1890円だったらね、ぜひと思って購入をしてきました。でそれで外してみたらね、ここの上外してみたら実はね、健康の 77mmND8 っていうND フィルターついてたんですよ、レンズキャップの代わりに。で1890円だったんです。でここからが実は問題で、帰ってきて後ろの紙を外してみたんですよ。そしたらね、後ろ玉にちょっと見えるかな、ちょっと多分見えないかな、確認できるかな、ちょうど真ん中にね、おそらくねこうやって置いたと思うんですよ。でちっちゃな後ろ玉に傷がついてたんですよ。で後ろ玉の傷かで、一応半年保証もついているからね、まあ返金保証なんですけどね、後ろ玉の傷はねどうしようかな、もうやっぱり返金するべきなのかなと思っていました。だけど実際にカメラに装着して確認してみたら、普通常に撮る分には例えばマクロで撮影しても正直ね絞り込もうが何しようが普通に撮影したんではその影響ってなかなか出ないんですよね。なかなか出ないんですよ。でおそらくですけども、まあ逆効果で映すと多少ね、影響が出るかなと思ってやっても出ないんですよ。出ないというか、おそらくね傷のついてないものと比較ができないので、比較すればね、厳密に言えば傷の影響って多少ね、フレアとかで出るかもしれないんですけど、どうしても今のその私の使い方からすると影響が出るようなものではないんですよね。でここはね、ちょっと皆さんにご質問なんですけど、この場合普通常の中古価格が 16,890 円だったとします。はい、でそれがたまたまプライスのね間違いで、9,900 円で1万いくらだったっけ ?9,900 円だから1890円。しかも、健康の、ND8 の、プロの、フィルターもついた形で1800円だったんですよ。昨日からねそれ考えてて、返品保証なので返品してもいいっちゃいいんだけど、逆にヤフオクなんかでこのレンズでオートフォーカス接点不良でピント合いませんっていうレンズが過去に販売されてて、それがやっぱり1万円近くするんですよね。これは全然ピントなんか何も問題なく合いますし、撮影もねしっかり撮影ができるんですよね。なのでここでね目くじらを立てて返品したら逆に 24mm F1.8D のこのレンズなんて、ね、1万円くらいで買えるはずもないし、しかも ND8 の、フィルターも買うと4000円くらいするんですよね。なので今ね、まあ、このまま使おうかなと思ってるんですけど、皆さんだったらどうされますかね。ちょっとね、今たまたまね、今日、下手さんにいただいた、これはすごい、このグリップは本当にね持ちやすくて、やっぱりグリップはあっていいですね。重たかろうが何しようが、やっぱりグリップあって、気分はプロカメラマンになりましたので、このグリップのご紹介だったんですけど、ちょうどたまたまこのレンズつけちゃってたんで、これ別動画で流そうと思ったんですけど、皆さんだったらこれどうしますかね。返金しますか、それともまあ今のところ僕の使い方で言うと、おそらくこれだけの広角マクロだとすると、旅動画の時にね、食事の写真とかね撮るのにはもうちょうどいいカメラですし、それから海辺の海岸線を撮ったりとかね、青空を撮ったりするにはね、本当にねいいレンズですねだと思うんですけれども、なのでまあ返品しちゃうと返金になっちゃうので、まあこのままね、せっかくこのプライスで買えたので、今のところこのまま使おうかなと思っていますけど、皆さんだったらどうされますかという問いかけもね合わせてさせていただきたいと思います。今日の主役のお話はこちらです。もうバッテリーグリップ、もうこれは素晴らしい。今充電器ね、今発注中なん、充電器じゃない、充電池ですね、発注中なんで、もう充電池機種代に全部、充電式のバッテリーに交換しようと思っています。はい、皆さんからもコメントいただきましたけど、この、ニコンの D700、フィルムからね、デジタルに変わる、まあ、その途上にあった時代のカメラですよね。でいよいよね、もう完全に今までの、リバーサルで撮っていた皆さんも、もうこれからはデジタルの時代だということで、デジタルに切り替えの始まった時のカメラだと思いますけれども、写りがね本当に。コメントにもありましたけど、ネガフィルムのような白飛びもない、いい写真ですねっていうふうに皆さんにコメントいただいて、このカメラを選んだのが正解だったんだなと本当につくづく思っています。でしかももうすぐにね欲しかった縦位置グリップですね。これをねわざわざ自宅まで届けて、くださった、下手さん、本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげでこのチャンネルが続けられていることがねすごく嬉しいですし、まあ、これからもね何しろねカメラ知識、まあ、全然カメラやってない方よりは詳しくどんどんなってますけれども、まだまだ知らないことがね世の中にありすぎてしまって、特にニコンのカメラとかキヤノンのカメラ、それからライカのカメラなんかご紹介するとね、本当にね詳しく皆さんコメントいただいて、いろいろ教えていただけて、本当にこのチャンネル続けていてよかったなと思っています。これからも皆さんの体の温かなコメント並びにアドバイス、ついでにね今日はこの Sigma のね 24mmF1.8D なんて普通だったら私だと購入できないようなレンズをね、たまたま、プライスカードの間違いで、購入できたんですけれども、まあね、今言ったようにちょっと後ろ玉に、後ろの玉しかもねちっちゃいんですけどど真ん中に傷が実はあったということで、それは、自宅に帰って気がついたんですけど、この場合、まあ、今の私の気持ちとしては、まあこれがね 16,890 円で購入したんだったらもちろん返金しますけどね、たまたま運よくですね、お店の方がねのご配慮で安く手に入ったので、まあ、このまま使おうかなとは思っています。はい、皆さんだったらどうされるのかっていうコメントまで合わせて、お聞かせいただけると嬉しいなと思います。はい、ストロボマスターにもそろそろねなりたいなと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。